フライデー編集長の藤田康夫と申します。で今回私が紹介皆さんにお勧めしたいなと思っているのは高村薫著マークスの山、この本をお勧めしたいと思います。この本はですね、まあ、ミステリー小説あるいは警察小説としても、まあ、いわゆる一つの金字塔ということで、大変売れた本なんですけれども、私自身はですねかつて事件の取材をすることが多くて、その時に、桑本水さんという元警視庁の刑事がいて、その人の家に随分よく通ったりして、話を聞いていたりして、その時によく高村さんの小説の、協力をしているなんていう話を聞いていることはございました。まあ、とはいえ、まあ、高村さんからは話を聞いたことはなかったので、まあ、実際にそのマークの山あるいは主人公の郷田雄一郎刑事に、その、桑本さんがどの程度影響していたか知らなかったんですけれども、その後ですね桑本さんは亡くなってしまいまして、その後しばらくしてから、文庫版が出ました。このマークの山が文庫版になったんですけれども、この文庫版をもう一度読み返そうと思って、最初ページを開いてみたらですね、元警視庁刑事、桑本美徳氏へ捧ぐという一文があって、あ、これは本当に桑本さんが協力した本だなってことを再確認をして、私としては、まあ、非常に印象深い、あ、桑本さんよかったと思ったことは記憶に残っています。今回この本を小説するにあたりもう一回再読してみたんですけれども、もうほぼ20年あるいは30年近く前の本なんですけれど全く色褪せない、まあ、本当に面白い本でした。特にやっぱ最後のシーンがすごく印象深くて、南アルプスの北岳というところで小説のシーンが終わるんですけれども、まあ、私としては最後にもう一回そこ死ぬまでに一回行ってみてみたいなと思っている場所です。まだ未読の方、これから初めて高村作品に触れるというのはすごく幸運なこと、羨ましいなと思うぐらい、一冊この本を勧めたいと思ってます。以上、私は、マークスの山、の勧めたいと思いました。以上です。